紐を通すね、鎖編みを編んで一周してきました。でもね、ちょうど糸始末もね、ここで終わったから糸始末も終わりました。それで紐をね、作ってるんですけど、紐の長さがね、ここが25センチ幅で、だいたい一周50センチですよね。だから紐をね、鎖編みでこう作って、65センチくらいあるんですよね。だいたいこのくらいあったら足りるかなと思って65センチくらい編んできました。それで紐を通すんですけど、これが玉編みがね41個あるんですよね。だからこの鎖も41個あって、こう紐をね通したら一つここが余るんですよね。だからちょうど一番手前余るので、一つもう余った状態でしようかなと思います。ちょっと紐を通してみます。編み終わりは、編み終わりが分からなくなったね。どこだったかな。あ、ここか。ここですから、ちょっとずらしますね。ずらして、大体真ん中ら辺で紐を通していきますね。通して一周してきました。私一つだけね、奇数目なんで、奇数の模様なんで、ちょっと一つだけ鎖編みがちょっと余りました。だからちょうどこれをね、余ったところを中心にこう絞って、ニットだからね、絞るとき絞りにくいんですよね、引っかかった感じでも。中のものがね、出ないくらいこう絞れたらいいのかなと思って、絞ってからこんな感じですね。で、ここのね、持ち手をね、どうしようかなって考えてたんですけど、たまたまね、あれがあったんですよね。これなんですけど、ダイソーさんでね、以前買ってたカバンの持ち手なんですよね。このカバンの持ち手なんですけど、これが2本入りかな、この持ち手が。これを活用しようかなと思って、ここに両端にね、こんな感じで両端にこうつけようかなと思うんですよね。で、D 缶がね、一緒にこうついてたから、これを D 缶をね、ここに両端に縫い付けて、このカバンの持ち手をね、つけようかなと思うんですよね。ちょっとやってみます。ちょっと片方だけね、この D 缶をつけてみたんですよ。編みくるんでいくんじゃなくても、ちょっとね、編み上がったところのちょっと 1.5 センチぐらいの下の方にね、つけたんですけど、もう針でね、こう巻きかがりみたいにしてつけました。結構頑丈ですよ。あと反対側もね、つけようかなと思います。まっすぐした状態で、ちょうどここですね。こう当ててからね、もう適当ですよ。あんまり D 缶とかね、縫い付けたことないもんだから。この時は二
重にしてねつけた方が、最初一重でした、一本取りでねしてたんですけど、なんかね二本取りでした方が しっかりこう固定できるので二本取りでしました。すくってねすくってからこうこの D 管の金属の部分をこう隠すようにね、これでもいいのかなと思って、普通はね編みくるんだりされるじゃないですか。だけどこうこういうふうにしようっていう、あの出来上がってからどうしようかねって考えたもんだから、持ち手をね最初編もうかなと思ってたんですよね。だけどこう絞る形でするから、あどうしようかなと思って、あそういえばねダイソーさんで買ったのがあったねと思って、こういう時活用しないとね、なかなかこう在庫があってもね活用しないじゃないですか。だから今回はもうちょっと持ち手の編む手間を省いてね、こういうのを活用しました。糸を引っ張りながらした方がD 管が固定できていいかなと思って、このくらいね、こう巻けばいいかなと思って、D 管が見えないくらいにね、巻いてから、あとはこう適当にね、もう後ろで、糸始末は後ろの方に針を持っていって、両方つけましたね。こんな感じでね。そしてこの持ち手もつけてみました。こんな感じです。そしてあのこの絞るところ、絞る先端にね、あの紐の先端にこんな感じでお花みたいに編んでね、あの取れないようにしてみました。片方だけねしてるんですけど、あと片方をねちょっとしようかなと思います。ちょっと違うね、ピンクはピンクでも違う糸で、もう自分のところにね、ある糸でいいですから、あのちょっと変化をね、つけたくて。で、これはもう簡単です。こんな感じで、あの普通はこう絞るときは2回巻きますよね。で、こういう花をつけるときは、絞りやすいようにもう1回しか手に巻きません。1回で手に巻いて、
の中に輪の中に6目2、3、4、5、6、2、4、6、そしたら軽く絞ってこのあのここのね紐の先端が通るくらいのあの穴をまだね絞ってしまわないで開けときます。絞ってしまったらねあの糸が通りませんので、そしたら最初の目に針を入れて引き抜きますよね。少しこうね中がこう開くスペースをね残しとってから、そしたら一目立ち上がって6目だから一周します。一目ずつ6目を一目ずつ6目します。2段目ね、6目して最初の目に取りますよね、引き抜きますよね。そしたらですねあの最初の編み始めの糸をですねこれ表の方に表の方に出しとくんですよね。次は2目増やし立ち上がって最初の目に2目そして次が1目で次が2目次が1目最後も1目これで3段目が8目になりました。で最初のところに閉じますよね。そしたら8目になったから次の段もそのまま1目ずつ8目です。8目ですね。そしたら最初の目に閉じますよね。そしたら次がですね鎖編みをこう 花がこう開いたようにするので鎖編みを1、2、3、4目して次の目に閉じますよね。でまた1、2、3、4、次の面に閉じます。4目して1、2、3、4目して隣の面に閉じます。そしたらこの鎖編みが鎖編みが8個できますよね。1、2、3、4目、4目して次の目に閉じる、4目して次の目に閉じる、これを一周しますよね。2、3、4、5、6、7、ここ7個作ったらもう最後みたいに見えますけどあと1つ2、3、4、最初の目のところの根元に引き抜きます。こんな感じで花びらお花みたいにねできますよね。そしたら
今カットした糸を糸始末しますね。ここでカットしたからこう内側向けて、大体この辺をね作って、ギュッて引っ張りすぎないように、引っ張りすぎたらこの花びらがこう縮みますので、こう開いた状態で糸をカットしますね。そしたら編み始めの糸が表の方に来てますよね。それに針を通して、でこっちの紐の方ですね、紐の方をこう上から通すんですけど、通しにくいのでかぎ針で下からこう下から通して、この糸を引っ掛けて下の方に持ってくるんですよね。でこんな感じで通りますよね。そしたら最初にここを結んどこうかな。結んで糸始末をします。今結んだところの付近をね、こう、まあ、適当にいいですよ。糸始末をしたら、この結び目をね、あらら、外れちゃった。ちょっと待ってくださいね。外れないようにしないといけないですね。よいしょ。あんまり引っ張りすぎたらね、抜けちゃうから。その時にここのね、一回しか巻いてないですよね。ここを絞りやすいのでギュッと絞っとってくださいね。絞ってこれが見えないくらいに引っ張って、ちょうど根元、この結び目が根元に来るように最初ここをね引っ張っとってくださいね。そしたらあとはもう縫い付けるだけです。紐を通してお花の方に糸をやって、また紐を通してお花の根元の方にこう出しますね。これを何回かね、何回か往復すると外れませんからね。このくらいでいいと思います。であとはね、中の方に針をこう入れて、糸始末をします。で完成しましたね。やっぱりニットは絞りにくいですね。だから通すとき絞りにくいから、この通す間隔を広くするといいかもしれないですね。私は鎖編みこう4目でしたけど、5目ぐらいしとってもいいかもしれないですね。こんな感じです。かわいいでしょ。で紐もね、こんな感じでつけました。
ぽっくりしたね、ちっちゃめ朝型のバッグですけど、ちょっとした買い物にはね持っていけますからね。もうしっかりここも留めてますから取れることはないと思います。こんな感じで七色彩色とモコカフェを使って可愛いバッグを編みました。今回は持ち手をね編まずにダイソーさんのカバンの持ち手で代用しました。これはこれでいいですね、簡単で縫い付けるだけでねいいから、ここをねここのところね、こんな感じで可愛い巾着風のバッグができました。糸がね七色彩色もモコカフェも波太ぐらいなね糸だから、割とねこの玉編みがね時間かかるんですけど、長編みとかしたらねそんな時間もかからないし、でも今回はね玉編み のポコポコをね出したかったので玉編みをしてバッグを作りました。今回もご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。